佐藤美久の女優道始まります。皆さんお元気ですか？佐藤美久です。コロナ禍の大変な中、今回もこの番組をお聞きいただきましてありがとうございます。今お聞きいただいておりますこの番組佐藤美久の女優道は、私、若手俳優佐藤美久が、最初は2015年の4月に葛飾 FM さんで、始めさせていただき、2017年の7月からは、ここ市川うらら FM さんで放送いただいております。今回でありがたいことに116回目の放送で、足掛け6年になろうとしております。これからももちろん、これからもですね、もちろん今回も、お聞きの皆様に楽しんでいただければと思っております。どうか最後までよろしくお願いいたします。そしてまだまだ宣伝させていただきますが、番組オープニングで流していただきました、私佐藤美久が歌っております、私と佐々木千明さんのダブル主演映画ラストソングはの主題歌、ラストソングはあなたにと、女優の佐々木千明さんのエモーションという楽曲はどちらも現在各音楽サイトで好評配信中ですので、ぜひ皆様のスマホや携帯でお聴きいただけますよう、ダウンロードお願いしておきます。ちなみにここ市川うらら FM さんで毎月第2第4火曜日夕方6時から放送の愛され召し上がれ、毎月第2第4水曜日、こちらは夕方5時30分から放送が始まった新番組 PB アカデミーで佐々木千明さんがメインパーソナリティを務めておられ、どちらの番組オープニングでも佐々木千明さんのエモーションが流れますので、ぜひチェックいただければと思います。それでは今回最初のコーナーは片寄りムービーリポート。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。ただここ最近は、新型コロナウイルスの感染予防ということで、番組プロデューサーとも、相談させていただきました結果、映画館での鑑賞は自粛させていただき、今回も、今回は2017年に劇場公開されたシャボン玉を、サブスプリクション鑑賞させていただきましたのでご紹介させていただきます。まずサイト情報によりますと、直木賞作家野波亜沙のベストセラー小説林遣都×市原悦子で待望の映画化、宮崎県の大自然を舞台に寒涙のドラマが誕生。原作は直木賞作家野波亜沙のベストセラー小説シャボン玉新潮文庫館。親の愛を知らずに育ち、通り魔や強盗傷害を繰り返す無軌道な若者泉翔と、林遣都、誤って人を刺してしまった彼は、逃亡途中に老婆妻市原悦子を助けたことがきっかけで彼女の家に居座ってしまう。初めは金を盗んで逃げるつもりだったが、妻をはじめ村の人々との触れ合いによって人生の大きな決断をすることに。テレビシリーズ相棒で監督を務めてきた東慎二の劇場初監督作品となる。映画の舞台となったのは宮崎県北部広域行政事務組合旧市町村天孫降臨ヒムカ共和国の一つでもある椎葉村。宮崎県北部の絶景や素晴らしい原風景、恵まれた自然の素材を生かした郷土料理も、映画に彩りを添えている。主演の泉役に又吉直樹原作のネットフリックスオリジナルドラマ火花2016年など立て続けに話題作に出演し、近年活躍が目覚ましい林遣都、泉が逃亡先で出会う老婆妻役に日本を代表する女優市原悦子、ある事件をきっかけに村に戻ってきた道役には、韓国で爆発的人気を誇る新鋭藤井美奈、厳しくも泉を見守る村人重治役に渡引克彦、妻の息子役に相島和幸を迎える。続いて公式サイトにのっとり簡単なあらすじをお話しさせていただきますと、親の愛情を知らずに育ち、女性や老人だけを狙った通り魔や強盗傷害を繰り返してきた泉翔と
林県と人を刺し逃亡途中に迷い込んだ宮崎県の山深い椎葉村で怪我をした老婆妻市原悦子を助けたことがきっかけで彼女の家に寝泊まりするようになった。はじめは金を盗んで逃げるつもりだったが泉を妻の孫だと勘違いした村の人々に世話を焼かれ山仕事や祭りの準備を手伝わされるうちに泉のすさんだ心に少しずつ変化が訪れた。そして10年ぶりに村に帰ってきた道藤井美奈との出会いから自分が犯した罪のを自覚し始める。今まで諦めていた人生をやり直したい決意を秘めた泉はどこへ向かうのかということで今回シャボン玉を拝見させていただきました。これたまたまそれこそ本当にさーっと探してる中で、あ、これこの作品見たことないなと思って、私も本当に好きな俳優さんの一人でもあります林遣都さん、が出演されておりましたので拝見させていただきました。いやー、そうですね、なんというかこう林遣都さんのこう皆さんが持ってるイメージというか、こっち可愛らしくってこう顔が綺麗でっていうイメージとはこう全然違う、こうちょっとね悪い人というか、まあ、強盗傷害も通り魔であったり、まあ、そういうシーンがまず本当に最初冒頭にあるんですけれども、なんですけれども、その泉の、林遣都さん演じる泉のこの心が変わっていく、気持ちが変わっていくっていうのがすごくこうパンパンパンとこうリズムよく見れるというか、それだけ本当に細かく演技をされてるんだなっていうのがすごくわかる映画だなというふうに思いました。いやすごく素敵な映画 でとにかく私ご飯が出てくる映画というか であったりドラマがすごく好きで、本当にご飯が美味しそうなんですそれこそ本当郷土料理で、市原悦子さん演じる老婆妻と仲のいい、おば様たちがですね、料理を自分たちで作った料理をこう持ってきて、井戸端会議というかみんなで楽しくご飯を食べるっていうシーンがあるんですけれども、それがまあもう本当その場にいたい私って思いながら、本当素敵だな、こういうの過ごしてみたいなっていうのがすごく感じられる、映画だったなというふうに思います。でこの映画なんですけれども、結構この食事っていうこの食ご飯食べるシーンが多くてですね、あるこの映画のインタビュー記事で林遣都さんがおっしゃって、いたことが書かれていたんですけれども、食事っていうのは、人間性が出るということでっていうことを考えたらしく、林遣都さん自ら原作には書かれていないんだけれども、それを出したいということで自分からご自身で監督の方に持ちかけたそうで、でそこからその、提案にですね市原、さんが、出会ったらこう箸の持ち方をこう指摘するシーンが欲しいというのを監督に、申し出たそうなんですね。そういうやっぱこう細かいところを、詰め込みたいというか、っていうこうそれだけこう作品の熱い思いを、こうその作品に熱い思いを込めたいっていうのが感じられる、作品ですね。本当に確かにこうがっつくというか林遣都さんがこうがっつくシーンがあるんですけども、確かに箸の、ね、持ち方が あれっていう持ち方なんですけれども、それだけそのよく言いますもんね、なんかその箸の持ち方というか食事は結構人間性が出るっていうのを結構よく耳にしていたので、なるほどと思いながら、いや細かい演技がすごいと思いながら拝見させて、いただきました。で結構私これこの作品見ていて、シャボン玉っていう作品名じゃないですか。で林遣都さん演じるその、泉がこう今まで得られなかった、なんていうか、例えば親の、愛情であったり人のぬくもりっていうのがこうシャボン玉のように一個一個あって、それがこう弾けることによって、泉にこう浸透していくというか、染み込んでいって、こうどんどん顔の表情というか明るくなっていくしっていうのがすごい感じられる作品なので、そこも本当に注目していただいて、皆さんご覧いただけたらなというふうに思います。
感動します。本当最後も泣けました、本当に。うん、まあ、どこへ向かうのかっていうのはちょっとぜひ、ね、ここはなかなかネタバレしたくないのでぜひ皆さんサブスクリプション鑑賞をねぜひしていただけたらなというふうに思います。ということで今回はシャボン玉についてお話しさせていただきました。以上、今月の偏りムービーリポートのコーナーでした。ミクの新春スペシャルトーク、さてまたまた始まりました。ミクのスペシャルトークのコーナーということで、今回もなかなか時節柄ゲストをお招きするのも、はばかられまして、今回もスペシャルトークの時間を設けていただきました。前回年末にも、このフリートークのコーナーがございまして、お話しするテーマを考えに考えた末、佐藤美久の歳時記と題して、毎月の一番心に残る出来事についてお話しさせていただきましたところ、意外と私の周りでもその反応や評価が良くてですね、ぜひ皆さんもネットで、佐藤美久の女優度2020年12月25日、放送分の、リメイクラジオを、検索いただきご覧ください。ということで今回は佐藤美久の歳時記食べ物編と題しまして、今月1月からそれぞれの月といえばの食べ物についてエピソードトークを進めてまいりたいと思います。それでは早速参ります。まず1月ですね。1月はお正月です。お雑煮です、私は毎年本当に母が、ちゃんと出汁から昆布じゃないな、鰹節から、出汁を取りまして、作るお雑煮がまあもう美味しくてですね、まあ、おせちもあるんですよ、もちろん。でおせちが意外と濃いのかな、私的には濃いんですけれども、味が濃いのでちょっと薄めに作ってもらってるんですけれども、それがまあ美味しくてですね、いやー今年もね美味しくいただきました。お母さんありがとういやそうなんですよ、本当に一から作ってくれるので私も今年は手伝わせていただきましたまあ、切るね、切ると切ったりとか、味付けはもう私は手は出しないんですけれどもはい、美味しくいただきました。じゃ続いて2月はですね、まあ、チョコといきたいんですが恵方巻き選ばせていただきました。毎年大好きなんです恵方巻き美味しいじゃないですかこれ1本でね食事が終わるというか、で今年はですねなんだか37年ぶりに日付が変わるそうで、2月2日なんですってね今年は。で普段というかいつもは2月3日らしいんですけれども、今年は2月1日という、あ2月2日か2月2日で、南南東らしいです。南南東で正確に言うと南南東のやや南なんですって。なので皆さん南南東をね見ながらぜひ食べていただきたいなというふうに思います。私も、今年は海鮮いろいろあるじゃないですか。今年は本当にね、なかなか大変な時期ですから結構お高めのね恵方巻きをね買われる方も いらっしゃるのかなと思いながら、おせちもそうだったみたいですね。今年は高いものを買うっていう方が多かったみたいですね。では続きまして3月はですね、ちらし寿司、こちらもですね、まあひな祭りですねひな祭りです。これも母が毎回作ってくれるんですけれども、それもちろん私も手伝いますよ、味付けには手は出しませんがはい、これがまあ本当に美味しくて、うちはねこう仰ぎながらこう冷ましながらねこう酢飯とね具材混ぜてね、とか、そうですね、さあでもひな人形はですねもうね全部は飾らないんですはい、そうなんですよ。まあ昔はね子供私とかまだちっちゃい時は、は飾っていたんですけれども、なのでまあね今年もね楽しみに待ちたいなと思います。そして4月はですね韓国にね一昨年かな去年2019年かに行かせていただいて、ミョンドン餃子っていうねぜひ皆さん検索していただいて、ミョンドンにあるなんて言えばいいのかな、お蕎麦というか麺類なんですけれどもすっごい美味しいです。餃子というか
そうなんですよ、餃子が入っている麺なんですけれども料理なんですけれども、ものすごい多分人気というか、皆さん多分知ってる方いらっしゃると思うんですけれども、ぜひね、またちょっとコロナがねこう収束したら、また韓国に行かせていただけたらなというふうに思っております。で、5月はですね、体育というか運動会、私結構5月に、ね、やることが多かった人生かなというふうに思いまして、いや、こちらもですね、本当母が朝早くからお弁当を家族分作ってくれたっていうのがすごく思い出で、本当ご飯の時間帯が本当に楽しかったです。早く食べたいっていうのがありました。はい、続きまして6月、6月はですね、まあ、なんといっても6月13日が私誕生日でございまして、ケーキかなと思っております。私本当に毎年、本当ありがたいことに事務所の皆様から、本当にお祝いとかいただきまして、もちろん家族からも、お祝いをいただいて、本当に、いい日を過ごさせていただいているなというふうに思います。ということで6月はケーキ、はい、7月はですね、あんず飴なんですけれども、あんず飴ってなるかもしれませんが、私結構お祭りとかが好きで一人で行っちゃうぐらいなんですよそこで絶対買うのがあんず飴で、で屋台の人とじゃんけんするして、買ったらもう一個もらえるっていうのがあって、それを毎年私の最寄り駅でね、よくお祭りやっているので、今年はなんかどうなんだろうね、とは思いますが、あんず飴です。はい、結構なんかあんず飴って何それって、さっき番組プロデューサーさんも言ってたんですけど、知らない人もいるのかな。はい、では続きまして8月はですね、かき氷、かき氷、自分家でやるのがすごく好きで、よく本当小学生とか中学生の時はよく自分でやってたかなっていうふうに思います。最近本当に頭が痛くならないかき氷みたいなのもあったりとかして、ちょっとお高めですけれども、旅に行ったりとかも してましたね。はい、いや、めちゃくちゃ美味しいんですよ。あんなに氷が違うだけで頭が痛くならないというのが不思議なんですけれども、また今年も行けたらなというふうに思います。そして、9月はですね、なんといってもブルガリア、ね、に行かせていただいて、そして、まあ、ブルガリアといったら皆さん、もしかしたらヨーグルトですよね。本当ヨーグルトも本当にいろんな種類がスーパーにうわーってあって、で日本にもあるダノンってあるじゃないですか、それ のブルガリア版がありまして、全然ね味が違うんですよ。酸味、私の勝手に考えですよ、結構酸味が強いのかなっていうヨーグルトで、はい、ヨーグルトのカップ綺麗に洗って今ペン立てになってます、今家で思い出としてね飾らせていただいてます。はい、そして続きまして10月はですね、かぼちゃクッキーなんですけれども、まあ、かぼちゃといえば、まあ、10月といえばハロウィンですね。で高校生の時に、クラスの子が、かぼちゃクッキーをその毎年3年間ですけど、毎年作ってきて、まあ、タッパーにね入れてでみんなにこうくれるっていうのがあって、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。はい、まあ、なかなかねもう最近は会えないっていうのもあるんですけれども、また食べたいなというふうに思っております。はい、本当にいい思い出だなと思いながら、はい、10月ってなんだろうなと思ったらかぼちゃクッキーかな、友達の作ったかぼちゃクッキーかなと思いました。そして、11月はですねクレープなんですけれども、なんでかって言いますと、まあ、文化祭です。文化祭、高校1年生の時に怪物喫茶っていう怪物くんであるじゃないですか、それのそれの喫茶をやろうっていうので模擬店をねやらせていただいて、でクレープを作ってました。はい、結構大変でしたね、あれ本当になかなか模擬店でクレープってレベル高いなと思ってたんですけれども、すごい楽しかったなっていうふうに思い出もありますし、自分で作ったクレープも美味しかったなっていう思い出もあります。はい、では最後ですね、12月はなんといってもチキンです。はい、もうこれはもうクリスマスですね、12月といえば。去年も美味しくいただきました。もう皆さんもうチキンといったらもうあそこの店ってあると思うんですけれどももうそのお店です。はい皆さんが思い浮かんだそのお店です。はい、本当に今年もね美味しくいただいて、本当にチキン以外にも本当にケーキもねあったりとかして、毎年楽しみなんですよ。今年今度このそうクリスマス以外には食べないからな、それがまたね取っときたいんですよ、楽しみに毎年のお皿とかもその
その年のお皿とかもあって、だから私の生まれ年あったかな、1990何年とか2000年とか、うちお皿がたくさんあったり、うちに残っております。それで食べました、去年も。はい、またね今年も、まあ、だいぶ先ですけれども、いただけたらなっていうふうに思っております。ということで、1月から12月まで語らせていただきました。いやー楽しいですね、あの一人で喋るのが自分のね思い出こうやって語れるのっていうすごい楽しいなっていうふうに思います。またねあのこういう機会いただけたらまたお話しできればなというふうに思っております。以上ミクの新春スペシャルトークのコーナーでした。皆さんなともエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスの皆さん本当にありがとうございました。ということで、もう2021年もう始まってもうね1月も終わりですか。もうね今日が1月12日ですから、いやもうあっという間ですね本当に。毎年毎年もうね早い年を越すっていうか、こう毎月こう月ごとがね本当に早く感じるなというふうに思う年というか、今年ね27になりますから、また一歩ね大人になるのかなと思いながら、過ごさせていただければなと思います。皆さんもぜひねこの番組を、ぜひ愛していただければなと思います。ですね、番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで、事務所の公式ツイッターもしくは私、佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見、ご質問感想などお便りをお送りいただけますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、info@plus-vox.com、 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。